それではただいまよりコンペッタ選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？ก็ผลการชกวันนี้ก็ไม่ชกไม่ดีทำไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่พอใจในตัวเองครับเพราะว่าชกกดดันห่วงชัยชนะเกินไปชกไม่สนุกครับはい今日の試合に関しては自分でも全く納得がいく試合ではありませんでした。自分で絶対にチャンピオンにならなきゃいけないという絶対に勝たなきゃいけないというプレッシャーを自分自身にかけすぎてしまって全く思うような動きができなかったです。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？ก็คู่ชกเขาก็มีหมัดที่หนักครับก็เขาก็ถือว่าเขาทำการบ้านแก้เกมมาดีเหมือนกันครับはい、とてもパンチが重かったです。それで自分と試合をするっていう彼自身、金子選手自身に課した宿題をきちんと仕上げてきたなというような印象を受けました。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？初めてやってみた K1 ルールはいかがだったでしょうか？はい、ごめんなさい、すみません、実際今回は K1 ルールの中で、前回のあれを生かして戦えたという気持ちはありますか？아니고첫 K1 그란티서원참여가고고기가나이가첫나이가티가 K1 고리근과그란렉룹라오가고ความเข้าใจก็ความเข้าใจในกติกาดีกว่าครั้งแรกแต่ว่าชกครั้งแรกมันชกสบายสบายสนุกกว่านี้ครับเพราะว่าชกครั้งนี้กดดันเกินไปทำให้ผลการชกออกมาไม่ดีครับK1 ルールの理解という意味では今回の方がもちろん理解してたんですけれども、前回の方が気楽に戦えたというかそういうこともありましたので、今回はちょっと自分自身納得のいく動きは全くできなかったです。あと金子選手の強さについて一番感じたのは、先ほど出たパンチの部分でしょうか？그리고그암갱그랭코근카네코키가아웃아라임나그루와마크티스อาวุธที่น่ากลัวของคาเนโกะก็มีหมัดซ้ายครับหมัดฮุกซ้ายมา一番の彼の武器は左のフックだと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか？それでは最後にカメラに向かってファンの皆さんへ一言お願いします。ก็ฝากแฟนมวยชาวญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมวยทั่วโลกก็ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยครับก็ผมจะกลับไปฟิตซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองก็มาสู้ใหม่ครับ日本のファンの皆さん、世界中のファンの皆さん、今後とも自分の応援よろしくお願いします。タイに帰ってさらにハードな練習をしてもっと成長して強くなって戻ってきたいと思います。ありがとうございます。以上コンペッタ選手のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございます。